本日お休みの日にたくさんの皆様ありがとうございます。これより映画つながれラジオ僕らのフリーデイズ公開記念トークショーを始めさせていただきます。一番最後にですね、キャストがちょっと前に出てきていただいて、皆さんでスマホで写真をぜひ撮っていただいて、それをぜひ映画の感想なんかと一緒に SNS に投稿していただくという、そういう時間がございます。その時は申し上げますので、それまでは、携帯のスマホの電源はお切りになってお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ公開になってたくさんのお客様ありがとうございます。これから映画をご覧になる皆さんにぜひ一言ずつまずはお気持ちをいただきたいと思います。はい、アクト役の西尾俊です。本日は短い時間ですがよろしくお願いします。お願いします。元気です。はい、本日はお越しいただきありがとうございます。にがり役を演じました飯島ひろきです。かわいい担当よろしくお願いします。かわいい担当。はい、クッパ役アクト西尾です。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ミュート役の伊坂由久美です。今日は皆さんとお会いできて嬉しいです。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、講師役の橋本翔平です。映画をご覧になる前のトークショーということでネタバレには気をつけて、いきたいと思いますので最後までよろしくお願いします。お願いします。はい、マッコリ役を演じました深澤大河です。皆さん短い時間ですが楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。お願いします。もうね、2回目ということでメディアの方がいなくて前の方までお客さんがいるということで楽しくはっちゃけて、まあ、今日はリヒト君がいないんですけどリヒト君の分までたくさんおしゃべりしたいと思います。楽しんでください。よろしくお願いします。お願いします。バント役演じました立石俊樹です。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。大河吾太郎です。お願いします。お元気です。お願いします。さあではいろんな話していきましょう。どうぞお座りになって、撮影中現場でこんなことあったなとかこんな現場だったなみたいなお話なんかをぜひ裏話を西尾さんこんなことあったな。そうですね、なんかこの映画、撮影のこうなんだろうな進め方というか撮影がすごく特殊で、なんだろう、みんなやっぱりスケジュールとかがちょっとなんだろうな忙しかったりする人もいたりとか、なんかあんまり合わなかったんですよ。だから全員で会話するシーンとかがほぼこっちの角度は2人だけで撮って、もうだから、周りいない状況でね。だからほぼスタッフさんとなんだろう、スタッフさんにセリフ投げてもらって僕らがそれにこうなんだろう返すみたいな感じでの撮影だったんですよ。だからなんだろう、僕試写見た時よく繋がったなと思いました。そうなんですよ。だから2人2人で撮ってんのにみんななんだろう本当にね、その役なんだろうね、いるかのようにお芝居しててすげえなって思いましたね。今回歌を僕ら歌わせていただいたんですけど、それがちょっと半年前ぐらいにちょっと歌ってほしいと言われて、でも撮影自体はもうちょっと前だったので、どういうテイストの作品になるのかなっていうのは完成見て、あ、なるほどっていう、だから新しくもありつつ懐かしくもありつつっていう、そういう幅広い世代が楽しめる作品に、なんか撮影当初とは違うなんか思いを感じましたね、僕は。でもトシ君車乗ってなかったシーンで。あ乗ってたシーンで乗ってました。はいはい、運転はしてないけど。運転してないやん。そうだね。ちょっと今から見る人はちょっとあれなんですけども、はい、いかにも運転してるような感じですか。まあある後半部分で僕乗ってるシーン出てくるんですよ。それちょっとスタッフさんが裏で揺らしてるんですよね。言ったら寝てたから分かんないんじゃないですか。現場で寝てたから分かんないんだよ。ずっと寝てたんですよ。だから多分分かってないのかもしれない。そうだね。そうですね。でもそうなの。そうなんか寝てたんかい。いやでもすごい楽しい現場だったなって思います。本当に覚えてない。薄っぺらい。寝てたな。いやみんなでもこんな感じで仲良くなって。仲良くなって。なんかそういうのが伝わるような作品になったんじゃないかなって。僕はまあセルグ役のリヒト君とのほとんどのシーンだったんですけど、やっぱ1年おしゃべり屋でやってたのもそうですし、その前に舞台で共演もしてたので結構長い付き合いが実は3、4年ぐらいかなあったので、やっぱそのジジェとセルガのペア感っていうのがすごく大事になってくるかなと思ったので、今から見れると思うんですけど2人のね挨拶をぜひ注目して見てほしいなって思いますね。今日いたら一緒にやりたかったんですけど、まあいにくのスケジュールだったので、またなんか会えた時にやろうかなって思ってます。僕マクロっていう役がカメラマンの役なんですよ。先ほど説明させていただいたんですけど、で伊勢原のご当地というか、まあ、お豆腐とかいろんなものがすごい美味しい
場所だったんですけど、撮影現場が、うん、でそこにあのピーナッツを売ってるおじさんがいたんですよ。あ、普通に本当にいた、本当に本当にいらっしゃる方で、ピーナッツを売ってるおじさんがいらっしゃって、うん、でその方のやっぱちょっと撮影現場とかがその場所を通るんですけど、すごい美味しそうなピーナッツを売ってていいなと思いながら見てたんですよ。で他の人もね、他のキャストも多分翔ちゃんもいたんだよね。翔ちゃんも来てて、で翔ちゃんはそのピーナッツおじさんに話しかけられたんですよ。え、話かけられた？かけられたんですよ。ピーナッツいるみたいな感じの、えこれ撮影みたいな感じのことを話しかけられて、であとね多分ゆうたろうくんとかもいたのその時。そうですね、その通りの撮影の時ですよね。そう、話しかけられて、はい、あれ僕話しかけられてないなと思って、あれなんでだろうと思って、あ僕カメラマンと間違えられてると思って、あそうそう、役者の人じゃないんだと思って、ずっと一眼で持ってるんですよね。そう、一眼で持っちゃって、あなるほど、なるほど、僕はスタッフさんになったんだと思いながら撮影ずっとやってました。めっちゃいっぱいあるんですけど、一つちょっと衝撃というか、はい、一瞬僕あんま落ち込まん性格なんですけど、一瞬ちょっと撮影中っていうか、もうカメラ回った時に落ち込んだ話なんですけど、今日来てない板垣李光人君と、はい、あのほんまこの作品の終盤に2人でアドリブするシーンがあって、で2人でなんか楽しんで会話してねって言って、で普通になんかご飯を食べさせ当てるシーンなんですけど、普通にはいあーんとか李光人にしてたら、なんか喋れなかったらイケメンなのにねってアドリブで言ったんですよ。リヒトが あれはあれもう役じゃなくリヒトの心の声やってセルガじゃないですね。そうセルガの声じゃなく、うん、リヒトの声が聞こえてきて、うん、であのしっかり使われてましたので、うわ、はい、そこちょっとちゃんと耳澄まして聞いてほしいなって。あの探検的なことをしまして、探検あの撮ったあの建物が旅館だったっけな、そうね、ですごい広いんですよ、はいはい、でなんかお風呂場とかもあって、もうなんか一人で楽しんでましたね。一人で、一人で、そう暗い中、え朝、朝、え、そうそうそう、え、ちょっと世代じゃない人分からんけど、僕の夏休みやん。そんなゲームありました。一人で探検していた、一人で探検してたのと、あとはやっぱ朝はやっぱこう地元の方々にあの挨拶していただいて、なんかこうおはようございますがね、そういうなんかあったかいなって思いながらも、なんか朝早かったけど全然目覚めましたね。なるほどね、だから家のシーンは全アドリブっすか。あれはアドリブだよね、ほぼ各部屋のすごいな、すごいよね、すごい無茶ぶりでしたね。あの部屋のシーンをあのこの後ちょっと皆さん見てほしいんですけど、もう可愛らしいなと撮るかカオスと撮るかは皆さん次第。なるほど、確かに結構アドリブがすごかったですからね。でも確かにやっぱ曲あの BGM 入るとめっちゃ見れるなってことがね、それは思った。わかりました。特に俺2人のここの2人すごかったよね、めっちゃ面白かった。すごかった、バイクバイク本当何やってるかも全然分かんなかったですもん。本当そうだよ、ね、でも大体あのあれ実はトシ君のアイデアで、もう言われるがまま僕はやった感じでした。これから見る人はそれ楽しみ、もう大体トシ君が決めました。そうなんだ、そう楽しみにしてもらった。だから午前のでもあれ撮ったの多分9時ぐらいだもんね。結構早めでしたよ、ね、朝9時なのにあのテンションやってますからね。ちょっとまあ楽しみにしててもらえるのだろうね。そしてここでおしゃべやメンバーズの方々からですね、いろんな質問来ております。それに答えていこうと思います。まーるいあざらしさんから、映画公開おめでとうございます。公開とても心待ちにしておりました。皆さん質問です。キャストの皆さんを家族に例えるとどんな家族構成になるんでしょうかと。飯島くんは頑固親父で、頑固親父、いつも無口な頑固親父、あのなんか受験の時なんかさっと頑張れよとか言ってくれる頑固親父。あ、いいね、いいね、響くで、ゆうたろうくんはなんか距離の近いお母さん、距離の近いよ、そう子供と距離が近いお母さん、でもちゃんとこうね教育はお母さんがしてますよって。飯島くんは怒らん、そういうの、あちゃんと大事な時に夫婦ってダメよ、夫婦って言うたろくんと飯島くんが、はい、まあ両親、はい、子供はどうしようかな、二千翔くんは一番下じゃないですか、末っ子、末っ子で、
なんかそうですね、アイス食べてほしいですね、家で。うん、もうお姉さん、としくんじゃない？お姉さん、お姉さん、そうですね。だと思ったよ。なんか家族というか、なんかこう、幼馴染のお姉さんみたいな。家族じゃねえ。一応家族にしちゃダメだから。家族だよ。いや、まあいいです、いいです。親戚とかでも何でもいいです。そうですね、親戚のお姉さん。あ、いいですね。親戚のお姉さん。ありがとうございます。そうです。で、大河くんは、どうしようかな。ゲーム好きとカメラに詳しい親友。家族写真とかよく撮ってくれてる。便利な親友じゃん。そうですね。あとは、まあ、久美くんは、まあ、お兄ちゃんですかね。愉快なお兄ちゃん。あ、嬉しい。いいですね。そうそうそう。愉快なお兄ちゃんですね。なんか風呂上がりとか、なんかすっぽんぽんに出てきて、なんかリビングで踊って、みんなになんか笑われて、なんか家族がわちゃわちゃするみたいな。どんなイメージ？すごいな。で、小太郎は、双子。僕の。やだこれ。なんでよ、なんでよ。やだよ。双子。あの、僕は出来損ないの、あの、弟の方の双子。わかる？あの、で、あの、双子のお兄ちゃんだけど、すごいいい高校行ってて、僕はいじめられるんですよ。小太郎は良かったのにって。ダメやろ。そう、小太郎はモテモテなのにっつって、小太郎はそう、すごい出来のいい。西目くん、僕は、あ、そう、めちゃくちゃイケメン。俺イケメンか。大事な人、東大の東大の人。大事よ、翔平くんは。恋人、恋人、恋人。おー、誰の？西目くんの？誰にしようかな。誰にしようかな。あ、なんか僕の恋人なんだけど、あのお母さんが、ゆうたろうくんお母さんがすごいなんか気に入って、なんかちょっと怪しないみたいになる感じ。わかります？お母さんだと、大丈夫、もしかしたらチュンチュンしてない僕の彼氏にみたいな、ちょっとなんかね、である立場、かっこいいすぎて、僕の彼氏に。いじめしゅんは、女の設定。あ、僕女の子設定か。あ、女の子設定だね。そこはそうなの。そうそう、僕次女。あ、次女、次女、僕次女。そう、でも彼氏さん、かっこいいすぎて、ゆうたろうママともしかしたら、もしかしたらなんか好きになっちゃってる、ゆうたろうママみたいな。ね、そう。シュクごめんね、あ、性別どっち俺。女の子の親友、男の子の親友。あー、そっか、じゃあ女の子。じゃあ女の子で。そうですね、メガネ女子。メガネ女子で、ゲーム好きで、カメラマンを。整いましたね。整いました。はい。というところで、あっという間にお時間が来てしまいました。公開記念トークショーの締めとして、お一人ずつこれから映画を見る皆さんにメッセージをいただきたいと思います。まずは立石さんからお願いします。はい、とてもとても楽しい時間を過ごさせてもらいました。実際にこうやって直接目の皆さんの前にこう立って、いられる時間、とても幸せでした。これから先ほど言った裏話、そして裏話に出てないところも、たくさん注目して楽しんでもらえたらと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。大吾さん、本日は本当に本当にありがとうございました。皆様お楽しみいただけたでしょうか。すみません、ありがとうございます。そうですね、僕ら、精一杯こうやって映画を作らせてもらって、でもその作るだけだったら、それだけじゃ僕らだけではやっぱり完成しなくて、こうやって見てくださる皆さんがいるからこそ、成り立っていますし、なので、こういう状況下の中で、皆さん一席空けてマスクをつけてくださって、こうやってお話を聞いてもらって映画を見てくださるっていうのは、本当に本当にありがたいことで、この僕ら一同、スタッフキャスト含め本当に本当に感謝してます。それでも、もっともっと広まればいいなって思うので、皆さんぜひ面白かったらなんか SNS とかで拡散してくれたら嬉しいです。本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日は短い時間でしたけど本当にありがとうございました。まあ、ピアノにリヒト君がいない中で割と寂しかったんですけど、まあ、リヒト君の話もできたということで、劇中でもね、僕らの曲だったりとか僕らのピュア感がすごく可愛らしく伊勢原の空気に馴染んでますので、ぜひ楽しみにして映画をご覧ください。そしてこういう状況の中でも本当に映画を完成して公開初日にこうやって舞台挨拶、お客様がいる中での舞台挨拶を本当に
なかなかできないことだと思ってるので、僕自身ちょっと緊張、1年ぶりぐらいだったので緊張してたんですけど、すごく温かい声援と、あと生の笑い声とか生の拍手とかっていうのをいただくのが本当に久々だったので、すごく温かい気持ちになりました。この作品も見てくれると分かるんですけど、すごく伊勢原の空気と僕たち10人のパーソナリティの面白くて温かくて、ちょっとおかしなところがすごく可愛らしくて、映画の空気が伝わってくると思いますので、ぜひ映画楽しんでください。そしてリヒト君の可愛さに惚れてください。ありがとうございました。ありがとうございます。深澤さん、はい、本日はありがとうございました。もう本当に僕たちもすごく楽しく、トークをさせていただきました。この作品はですね、もう本当に僕らのそれぞれの、まあ、ペアが結構ペアで出ることが多いんですけども、その良さがすごく出ている作品だと思うので、ぜひ笑って見て帰ってください。ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。橋本さん、はい、本日は足をお運びくださった皆様ありがとうございます。普段はね、あのおしゃべり屋という、インターネットラジオでそれぞれ各ペアで、ラジオ番組やってるんですけど、まあ、今回はその部屋からみんな飛び出て、一つにまとまって一本の映画を全員で作りました。あの本当に同年代が集まってるからこそ、なんか青春物語がより濃くなってると思いますし、あの魂込めて、皆さんで作りましたので、ぜひこの映画を見て楽しんでいただけたらなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。伊沢さん、はい、本日はお越しいただき本当にありがとうございます。まあ、今もすごくわちゃわちゃ話したりしたんですけど、この映画でも本当にまだわちゃわちゃしてて、でもきっとなんか今ちょっと気持ちが沈んじゃう時とか多いと思うんですけど、この映画を見て明るい気持ちになったり、なんかやっぱ楽しいなって、なんか笑顔いっぱいでいきたいなと思ってもらえるように、なんか活力に、皆さんの生きる活力になったらいいなと思います。そしてあの景色もすごく綺麗やし、あの80年代90年代の名曲もカバーさせてもらってるので、その曲の美しさとかも楽しんでいただけて、まあラジオがメインなので、僕たちもいろんな各ペアでラジオもしてるので、まあ今までラジオを聞いてなかった方もこの映画を見て僕たちのラジオもちょっと聞きに行きたいなと思ってもらえたら嬉しいです。映画お楽しみください。本日はありがとうございました。ありがとうございます。アルさん、はい、すいません、マイクに乗せちゃった。本日はありがとうございました。ですね、さっきゆくみくんも言ったように、あのとにかくわちゃわちゃ2人、まあね、基本2人ですごいわちゃわちゃしてるので、ぜひ注目してみてください。あと、まあ、音楽も僕たちが歌ってる曲も実際流れたりして、なんか曲を聴きたいけどセリフも聴きたいみたいなね、すごいなんか本当に多分1回じゃあのなんていうの、うん、ん1回じゃ多分物足りないなって思うくらいたくさん見どころがあるので、あのぜひ何回も見ていただいて、楽しんでいただければなと思います。短い時間でしたがありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。飯島さん、はい、本日は短い時間でしたがありがとうございました。ラジオはね、昔からある、まあ、今の時代にかけても、ずっとあり続けてる存在で、まあ、昔のラジオの良さももちろんあり、今はやっぱインターネットとかすごくあの普及してきて、ラジオの、あり方っていうのもやっぱ皆さんラジオのこれで聞かないじゃないですか。今携帯電話とか手軽に聞けたりとかして、そういう時代の進歩とともにで、あのラジオの背景もあるから、なんかそのポスターで、このつながれラジオのポスターで今の若者、元若者にあの届ける青春プレイリストっていうあのキャッチフレーズがあるんですけど、僕その言葉すごい好きで、なんか今こう僕らまだ20代くらいの20代の集まりで、そういう同じ世代にももちろん届けれるし、いろんな幅広い世代に、それこそあの親御さんだったり、まあ、お子さんだったりとか、そういう幅広い世代にあのラジオを届けれてて、今回あの音楽も少し昔の曲をあの入れさせてもらってっていう、本当にいろんなあの色がある作品ですので、ぜひぜひあの面白かったら、皆さんに広めてもらえたらなと思います。あとはですね、こうわちゃわちゃしてるって現場行ってたじゃないですか、あの売ってるパンフレットなのかな。そうですね、そうあります、あります、あります、これ、そう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 、はい、
このパンフレットにですね、この裏裏あ一番最後に、一番最後にあのめちゃくちゃうるさいメイキングが あるので、え、マクロ撮ってくれたんだっけ？撮ったと思う。撮ったと思う。もし気になりましたらぜひよろしくお願いします。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。では西村さん、はい、本日は短い間でしたがありがとうございました。そうですね、映画が公開、されるなんていうんですかね、喜びよりもなんだろう、まあすごい嬉しいんですけど、まずはなんか、まあ、僕自身1年半ぶりぐらいに、まあ、ファンの方とこういうトークショーを、する機会っていうのがなかったので、なんかすごい感動してます。なんかやっぱりそのファンの皆様が日々のなんかこう癒しだったりとか元気もらってるんだなってすごく、なんだろう、今日の舞台挨拶で感じました。なのでこの作品、皆様に恩返しできるような作品になってると思います。皆さんの元気の糧になるような作品になってますので、ぜひ楽しんで見てってください。そしてですね、この作品を通じてなんかこう、まあ、挑戦っていうテーマにもなってると思うんですよ、僕は。だからなんかこう挑戦ってこう成功するのか失敗するのかわからないから挑戦しないじゃなくて、挑戦してみることの大事さっていうのを僕はすごくこうこの作品を通じて学ばせていただいて、だからこうなんだろう、この作品を見てもうなんだろうね、いろんな挑戦を、していただけたらなって思ってます。拡散も挑戦だと思ってるので、皆さんでぜひ拡散宣伝お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ではですね、ここから皆さん撮影タイムというスマホの電源入れてもらっていいでしょうか、ね、15秒間という短い時間です。さあ、現在ツイッターで感想投稿キャンペーンやっております。映画の半券の写真を投稿するとキャストサイン入りのパンフレット、人気イラストレーターアニャさんがデザインするオリジナル T シャツ、マスキングテープ抽選で当たります。ぜひぜひ。あと劇場売店で先ほどね、飯島さんもおっしゃってましたメイキング DVD 付き初回限定版パンフレット関連グッズ売っております。ぜひぜひ、サントラ、つながれ音楽、パレードさんが歌う主題歌、メッセージ、つながれ命の CD も取り扱い中です。ぜひぜひご鑑賞の機にお買い求めください。お、ありがとうございました。以上になります。ね、先ほど西銘さんもおっしゃってました、ぜひ拡散、映画の感想なんかとともにぜひ拡散していただければというふうに思います。はい、受け取ってありがとうございました。これをもちまして映画つながれラジオ僕らのアプリです公開記念トークショーを終了させていただきます。改めてキャストの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。